にちは。マリサだぜ。霊夢だよ。これは、どう見てもプレステ2ね。そうだぜ。今日は、何するん？あれ？ブラウザの画面やんけ。ん？ディスク読み込み中？ディスクの読み込みに失敗しましたー？メモリーカードのアイコンだけで。ディスクのアイコン、出てないわよ。ピックアップレンズが、ホコリなんかで汚れているか。最悪、言っちゃって、交換か？うぷ主、なぜか、メモリーカードをもう一枚刺したぞ。メモリーカードの中身ね。色違いで入ってる、4って書いてあるのって。そうだ、前回、うぷ主が紛失していた、当時の、バーチャファイター4のメモリーカードが見つかったんだ。ほんとだ、2002年8月1日のだわ。約22年前の、プレステ2版バーチャファイター4の、発売の年だぜ。うぷ主、なぜか、データをコピーしてる？そのようだな、データがなくなるのを、ビビったか？別に、コピーするのはいいけど。データを、いくらコピーしようが。ディスクを読み込まんのとは、関係ないけどな。うぷ主、何を考えてるのかしら？うぷ主、たまに慌てて、わけのわからんことするよな。何をしているのかしら？全くもって、理解不能だぜ。とりあえず、戻ってみるか、再起動してみたらどうだ？電源ボタンちょい押しで、リセットするか。イジェクトボタンで、トレイを出し入れしてみたら？それも、いいかもな。取り消すなんか、放置したら、治ったぜ。おう、うぷ主、何かをしたわね。コピーした方だな。バーチャファイター4エボリューションのデータがあるわ。コピーしたデータだから、日付が。現在の、2024年に変わってるな。メモリーカードのアイコン画面から、ブラウザに戻ったわ。うぷ主、またボタンを押した。また、てか、やっぱり、ディスクの読み込みに失敗しました。そりゃあ、丸でも、バツでもボタンじゃ読み込まんだろ。もう、ダメ元で、早くリセットしなさいよ。お、電源ボタン、ちょい押しでリセットした？どうかな？読み込めば、そのままゲームが始まるはずだが。プレステ2のオープニング画面になった。この後、ブラウザ画面になるかどうかだ、緊張するぜ。確かに、めっちゃ緊張するわね。うぷ主も、だろうな。ひえ？また出たー。あかんか？消えた？あの、ブラウザ画面の、くるくるが出たが、すぐ消えたな。おう、プレステ2のロゴ出たわ。うぷ主、リセットしてから、触ってないわよね。はいなぁ、うぷ主は何も触っていないぜ。読み込んだってことかな？あー、出た。システムファイルのロード画面だ。ロードしたみたいだぜ。さっき、うぷ主がわけわからずコピーしたデータね。順調に、セガから、アミューズメント2件のロゴに進んでるな。もうすぐ、オープニングね。このまま、途中で止まらなきゃな。始まった。あとは、祈るのみだな。今回は最後まで、ヒヤヒヤね。もう、神頼みだぜ。神様、最後まで止まりませんよう、よろしくお願いいたします。まあ、レトロゲーム機本体の醍醐味だな。そうね、プレステ2も立派な、レトロゲーム機扱いね。うぷ主なんか、プレステ2が発売された、2000年なんて、つい最近に思えるらしい。そうよね、最近よね、2000年問題なんて、世間が騒いでいたのも、こないだよね。あれな、2000年にコンピューターが誤作動するんやないか？で、世界中が騒いで、結局ほぼ何にもなかったやつな。世界中が騒ぎながらも、変なお祭り感があったわね。そうだな、騒ぎながらも、何か期待していたよな。で、だなぁ、今日はそんな当時に必死で遊んだ。うぷ主バーチャファイター4のメモリーカードを見つけたぜ。前回は見つからなくて、デフォルトでやったもんね。そうだぜ、バーチャファイター4エボリューションの。メモリーカードは、パッケージに入っていたんだがな。なので、バーチャファイター4エボリューションは、うぷ主がカスタマイズした、変な声で笑ったもんね。
今回は、バーチャファイター4で、ウフ虫が、カスタマイズした、パイが見られるぜ。バーチャファイター4エボリューションの、何年前？約1年前の、ウフ虫のデータだな。じゃ、あのバーチャファイター4エボリューションの、笑った、金色のパイより、もっと笑えるのかな？どうだろうな？見てみないとわからんな。ウフ虫的には、キャラクターをカスタマイズするなんて、バーチャファイター4が初めてだったはずだぜ。それまで、ウプ主が遊んだゲームじゃ、なかった機能ね。多分、そのはずだ。なんか、さらに楽しみね。初めてなんで、意外と保守的だったりしてな。そうねー、ウプ主、服装のセンスなんて全くないから。あんまり、変えてないかもね。かもなー。早く見たいわー。もうすぐだぜ。あ、また、ランキングも何にも出ない。ただただ、ひたすら戦う場面ね。大概、おっさん同士の戦いなんて、長いから。途中で切って、繋いで短くしてもいいんだが。珍しく、バイが戦ってるんで、ウプ主、そのまま見るぜ。ウプ主、好きねー。それにしても、やっぱり長いわね。確かに、長いぜ。ゲームの言うように、ランキングがなんか表示してほしいな。まあ、好きなキャラや、使ってるキャラの、自分では、できない動かし方が見れていいかもね。ワンパターンの、ウプ主にはできないがな。ウプ主、勉強とか練習の類は嫌いだからねー。ウプ主、小さい頃から、誰に習ったわけでもなく、図画工作は超得意で、学校で一番上手かったんだな。努力じゃなく、天然的に上手かったのね。あ、やっと、終わってる。ウプ主、早くスタートボタンを押しなさいよ。ウプ主、この画面で押すかな？押すか？押すか？二回目だから、早く押せ。押さへんのんかい。ドリルせんのんかーい。霊夢、今のはわかる人にしかわからんぞ。え、乳首ドリルよ。せやからや、中に。ウプ主、オープニングが始まった瞬間、押したわ。まずは、前回もややこしかった、ホーム画面だぜ。今回は最初に、ウプ主の見つかったメモリーの、システムファイルをロードしたから、いらないかもしれんが。念のため、ゲームの設定からやっておくぜ。ほう。で、これまたいらないかもしれないが、アケコンの設定もやっておく。ウプ主、御用達の、GPK の順番ね。アケコンなので、ウプ主の指の置き方では、タイプ C だな。で、次が、これも、もうしなくていいのかもしれない。前回はなかった、ウプ主のエディットファイルを設定するぜ。ウプ主の、見つかったメモリーカードね。メモリーカード差し込み口1の、冒頭でコピーした方を使う。コピーした方だから、日付が、現在の2024年ね。実際に作ったのは、22年前の、2002年だぜ。ロードされた。これで、準備完了だな。で、アーケードモードで、ウプ主が、22年前にカスタマイズした、パイが見れるのね。そうだぜ、出てくるぞ。楽しみだわ。アーケードモードを選択。ベネッサから始まり、迷うことなく、パイを選択ね。ここで、エディットファイルの、ウプ主が、カスタマイズしたパイを選択。もう一回言うが、2024年となっているのは、コピーしたデータだからで、実際に、ウプ主が作ったのは、22年前の、2002年だぜ。出てくるぞ。おう、出た。意外と、普通っぽいわね。コスチュームの色が青から赤に変わったくらいか。何よりバーチャファイターズエボリューションの時の変な色式レンズのメガネをかけていないのがいいわ。ウプ主も初めてのカスタマイズなんて遠慮したか。そうかもね。この最初のステージの利用から13ステージ目でファイナルステージのアキラにボーナスステージのズラルまでの14人と戦うぜ。バーチャファイター4は、全員と戦わされるからね。疲れる仕様だぜ。
そうよね。10年早かったわね。次は、レイだろ？そうだったと思うわ、ステージ2ね。やっぱり、そうね。まだ、先は長いぜ。はい、坊主出ました。福主の、カスタマイズした、赤いパイ出ました。バーチャファイター2の、パイも赤いわよね。同じ赤でも、もっとピンクっぽいけど。まあ、福主はバーチャファイター2のパイを、作りたかったわけじゃないと思うぜ。福主、バーチャファイター4エボリューションの時も、色付きレンズのメガネ以外、一品の色違いだったよね。そうだよな、しかし、あの銀色はビビったぜ。2作目のカスタマイズで、ちょっと尖った色にしたんだね。あなたには空腹が足りないわ。あの銀色はないな、うぷ主、やっぱりセンスないわ。それに、あの色付きレンズのメガネは最悪だな。今回は、何がしかのアイテムは装着してなさそうね。ウプ主、まだアイテム持ってないのかしら？ちなみに、バーチャファイター4エボリューションの時は、中段で625勝270敗だ。で、今回見つかった、バーチャファイター4のウプ主のデータは、達人で673勝298敗だぜ。今回は、勝敗数はあんまり変わらないけど、達人になってるわけね。ウプ主、嬉しくて、楽しくて、やり込んだんだろうな。達人までなったんなら、自然にアイテムも貯まるわよね。少なくとも、あの色付きレンズのメガネは持ってるだろう。今回は、かけさせなかったのね。まあ、初めてのカスタマイズなんで、やらなかったのかな。賢明な判断ね。10年早かったわね。ウプ主のお気に入りのコスチュームは、バーチャファイター3の、ニーピーパイのだからな。バーチャファイター3は、当然デフォルトしかないけど、あのニーピーパイのコスチュームは、セガのデザイナーも、結構攻めたデザインよね。最初は、ウプ主もニーピーパイに結構違和感があって、HP パイを使っていたが、試しにニーピーパイを使っていると、そのうち、結構ええやんって感じで最近は、HP 側でもニーピーパイを1本使ってしまうようだな。でも、あのニーピーパイのデザインは、その後は続かなかったわね。評判はイマイチだったのかな。バーチャファイター4以降でも、あんなん出てこないしね。最近、ほとんどやらんが、バーチャファイター e-sports の、DLC パックで、バーチャファイター3のキャラクターモデルを、配信してほしいが、無理かな。あなたって全然変わっていないのね。そうねー、初代バーチャファイターのキャラクターモデルは、真っ先に配信されて、結構出てくるわよね。それだけ、初代バーチャファイターのキャラクターモデルに、需要があったんだろうな、知らない世代には面白いのかな。そうねー、バーチャファイター2も、ギリギリいけそうね。それが、バーチャファイター3になると、人気ないんだよな。ウプ主は一番好きなのに、世間的な評価はねー。ゲーム会社も商売だから、仕方ないわね。まあ、結局は、そうなんだがな。まあ、このバーチャファイター4で、あのアンジュレーションと、エスケープボタンがなくなったもんね。エスケープボタンは、スティックで操作できるようになったが、リングは、平面に戻ったからな。アンジュレーションが不要だったんだね。あなたには空腹が足りないわ。ウプ主は、逆にアンジュレーションが大好きだったんだがな。そうなんだよね。ウプ主に板に、ガチじゃない、リングアウトなんかで、面白がる層も一定数いると思うんだがな。いたんだろうけど、少なすぎたんだろうね。そうなんだろうな。ああ、そういや、年末くらいからゲーセンで稼働しだした。バーチャファイター3チームバトルオンラインな。ウプ主が、店舗検索していったのに置いてなかったあれね。あれな、もしかしたら、あったかもしれんぜ。ウプ主、あったのに見つけられなかったの？多分、そうだ。
店舗も確か2階の隅っこの狭い薄暗い一角だったんだよね。そうだ、もう、この一角だけ入ったら出てこれそうにない感じな。怖そうね。若いカップルじゃ、怖くて入れんな、あれじゃ。空腹が足りないわ。当然、ウプ主は入って探したのよね。普通に入って、探したぜ。ウプ主はどうせ、古い、アストロシティや、ブラストシティに入ってんだろ。なんて、ネットで下調べもろくにせず。ホームページの最初に出る店舗検索だけ見て、最後まで見ないで。行っちゃったんだな。はい、最後まで見たら、探せたの？状態の画像が、デカデカと載ってるし。アストロシティやブラストシティみたいなんじゃないのね。当たり前かもしれんが、ブラウン管の筐体とは厚みが違うぜ。もう、パソコンだな。言ってみれば、でっかいノートパソコンを100円玉入れる台の上に置いたような。そんな感じなのね。ま、極端に言えばな。そんなんじゃ、目立ちそうなもんだけど。そこには、本当になかったりして。だって全然変わっていないのね。結局、その日は帰っちゃったのね。ウプ主が住む都道府県じゃ、2店舗しか検索でヒットせず。その店舗も、ウプ主が学生の頃にゃ、この手のゲームが超花盛り、超大流行りで、当時は全てのフロアがフリーノから新しい筐体、大小レースゲーム筐体が設置され、タバコの煙で店内が霞んでいたぜ。古き良き昭和から平成初期のウプ主が言う閉店ね。それが今じゃ1階はプリクラ、UFO キャッチャーしかなく、2階も同じで、かろうじて奥の薄暗い狭い一角に少し筐体が置いてあるって状態で、喫煙室の横だぜ。しまいにゃ、諦めて帰ろうと階段を探しているウプ主に、女性の店員が男性一人でプリクラのコーナーに、入るのは禁止されていますなんて注意しやがったぜ。そんなん、知らんっちゅうに。当時のウプ主なら、キレてるわね。10年早かったわね。それって、全国共通の決まり事なのか？あの店舗の決まり事で、張り紙でもしてあったのか？そんな決まり事、聞いたことないけど、その店舗だけで、入るとき、ウプ主が見落としたのかな？で、今、検索してみたら、もう、いっぱい出てくるぜ。法律でも条例でもなく、店が決めたルールなんだな。じゃ、ウプ主が入るとき、見落としたのね。そういうことになるが、閉店だけの店舗なんか。入ったの、ウプ主ですら、何年ぶりかわからんくらいだからな。まあ、時代は大きく変わったってことね。ウプ主、今度6歳の娘と2人で入ったる、なんて言ってるぜ。ウプ主、もうやめなさいって。ウプ主らしいが、嫁が許さんだろうな。店内に、喫煙室が無理やり作ったって感じである場所だしな。そりゃ、連れてったらあかんわ。あなたって全然変わっていないのね。それと、UFO キャッチャーって、死後なのか？ウプ主世代の人はみんな言うけど。まあ、クレーンゲームかな？そうなのか。クレーンゲームの死後なら、ごめんなさい。それで、まだ、この話は終わらんのだ。もしかして、ウプ主、娘ちゃん連れて乗り込んだの？ちゃうちゃう、検索でヒットした2店舗目にも行ったんだ。近くにあったの？1店舗目は、都道府県庁所在地で、外国人観光客なんかもたくさん来ている。昔から、都道府県で、ずば抜けて一番の繁華街にあるぜ。修学旅行生も、昔はたくさんいたね。それで、2店舗目は、地方のそれなりに大きい都市だ。へぇ、そうなん。この都市の、スターバックスより日本海側には、現在この都道府県には、スターバックスはないんだぜ。だって全然変わっていないのね。ウプ主の、年の基準は、スターバックスの有無なのね。ウプ主的には、そうみたいだぜ。ウプ主も、初めて行ったんだが、ラウンド1の系列ではないが。
2階3階はカラオケやダーツができるみたいで、横にボウリング場やバッティングセンターもある。なんか確かにスポーツっぽいわね。でも全く廃墟っぽさはなく、新しくはないが綺麗で、人もたくさん来ていたで、何より全員の態度が良すぎる。まだ根に持ってる。1階部分が広い部分なんだが、プリクラやクレーンゲームかは床面積の7分の4くらいで、あとは夢のような状態。それも新しいのが設置してあって、うつむしなしそうになったで。いいじゃない、うつむし一人で行ったのよね。おう、一人だぜ。プリクラの近くの状態もチェックしたが、何にも注意されなかったぜ。まだ根に持ってる。10年早かったわね。さらに外から1階のゲーセンの自動ドアが開いた瞬間、バーチャファイター3チームバトルオンラインのでっかいポップがあったぜ。やったね。こりゃあ絶対プレイできると喜んだぜ。そして筐体が集まって設置してあるあたりを探すと、ホームページにもっつりパソコンみたいな筐体が2台並列に並んでいて、通路側の横に空間がある筐体の横には、中期内のバーチャファイター3チームバトルオンラインのポップが立ててあり、そっち側の筐体の一番上には昔の筐体と同じように、ホームページでよく見たバーチャファイター3チームバトルオンラインのあの絵が内側から照らされて光っとったかなぁ。マリサ、うつむしの喜びようはよく伝わったわ。もう一台の同じ筐体の上の絵は何だったの？うつむしも全く興味のない分野のゲームで詳しくはないが、全然変わっていないのね。確か、上海4だったか？麻雀のゲームと思うぜ。へぇ、同じ最新のパソコンみたいな同じ筐体で並列に置いてあるのに、全く分野の違うゲームなのね。うつむしも強烈な違和感を抱いたぜ。そうよねー。それで、誰かプレイしていたの？並んでプレイしている、どう見ても同級生って感じの友達と思われる中学生くらいのガキンチョだったな。友達2人で来て、並んで1人は対戦格闘ゲームで、もう1人は麻雀ゲームやってるの？うつむし、そこにも当然違和感を感じたぜ。それに、麻雀ゲームをプレイしているガキンチョも、ジョイスティックをガチャガチャ、ボタンをパチパチ押してるんだ。麻雀ゲームって、そんな風にプレイする？したことはないが、もっとゆっくりやるだろう。あなたには空腹が足りないわ。うつむし、わけがわからなくなって、そっと二人の画面を覗いたぜ。それで、なんと、二人で、それも、バーチャファイター e スポーツを対戦して楽しそうにしていたぜ。なんや、それ、うつむし、もうパニックに陥ったぜ。二人が席を立つのを待って、うつむし、当然、バーチャファイター3チームバトルオンラインの絵が立っている方に座ったが、画面は、バーチャファイター e スポーツだった。当然、横の麻雀ゲームの筐体も、バーチャファイター e スポーツだ。ほんと、わけわからないわね。うつむし、カウンターに走って、店員に聞いたぜ。もう少しね、恥も外聞もないわね。店員様は親切に、離れた筐体まで一緒に来てくれて、親切に教えてくれたんだな。まだ、一店舗目のことを、根に持ってる。店員様にご親切にご教授いただいて、やっとわかったぜ。あなたって全然変わっていないのね。このパソコンみたいな筐体の名前は、なんとかしていてなく、オールネット、なんとかかんとか、のバージョン3、なんて、名前で、モニター下中央にあるボタンを押すと、モニターに、ぐわーっと、20種類ちょっとか？ゲームタイトルが出て、バーチャファイター3チームバトルオンラインも出た。やっとプレイできるわね、うつむし、おめでとう。それと、ID？ とかいうカードを読ませてプレイすると、登録したら、次からリングネームや戦績がモニターに出るんだな。VF ネットみたいなもん。うつむしもわかっていないが、それに他のゲームでも使えたり、
携帯と連携させて、キャッシュレスで遊べるみたいだぜ。ふーん、それで、ウプ主、プレイしてどうだったの？実際のゲーム画面は当時の、4対3だが、モデル3エミュレータで動かしてるので、当たり前だが。めちゃくちゃ綺麗ってか、今風の画質だな。見てみたいわ。ウプ主みたいに、当時のゲーセンや、ドリキャス。それに、ドリキャスを HDMI 接続にアップスケーラーを挟んでも、綺麗すぎて、違和感というか、気持ち悪いくらいだぜ。へぇ、それで、オンライン対戦はしたの？おお、右横の同じ筐体が空いていたんで、誰か座って。挑んでくるのを、店内対戦にしてプレイしながら待ったぜ。誰か来た？結局、誰も入ってこなくて、100円でネームエントリー画面まで。行ってしまい、イニシャルを入れてやったぜ。ちなみに、イニシャルを入れたのは、ウプ主だけで、2以下はデフォルトだぜ。みんな、エンディング画面の途中で変えるのかな？次は、全国対戦にしたら、やっと入ってきたぜ。同じ挑戦者に、2回再戦できて、合計3回戦えるんだな。それで？ウプ主、3回勝って、またネームエントリーをしたぜ。じゃ、筐体のランキングの1位と2位は、ウプ主ね。ま、今はどうなってるか知らんが、当時を知らん子は、ネームエントリーを知らないか、入れないのかな。1回目のランクインの写真ね。なんて、話している間に、エンディング終わってるぞ。あ、これ、またウプ主のデータだわ。一緒に当時の、リプレイ動画も残っているから見てみよう。水色のデータね。組手モードのリプレイが、いくつかあるな。まず、メインメニュー画面からだ。リプレイの項目に行くのね。そこで、ウプ主が見つけた、当時のメモリーカードだ。ここで、どのリプレイ動画を見るか、選ぶのね。そうだぜ。いくつかあるが、まあ、タイデュラル戦が面白そうだな。2002年の、7月27日に作成されたデータね。そのようだな。データを、ロードするぜ。ロード、できた。また、ローディング画面になるのね。長。もう少しだ、待ってやってくれ。やっと、出た。動く、デュラルステージね。この、デュラルは透明じゃなくて、熱気球の色だな。もう、タッチ型が強そうね。このデュラル、称号が、大抵だぜ。めっちゃ速い、ウプ主何にもできんやん。開始5秒で、エクセレント負けやんけ。ステージから、落ちとるし。ぬらりに3ラウンド検知されて、終わりだな。お、ウプ主、攻撃当たってるやん。やっぱり、ボコボコ。お、蹴り、入った、ダウン攻撃。CPU、デカ弁してるんか？ウプ主、やられても、ゲージはたくさん残ってるやん。ああ、そんなに、甘くないよな。ラウンド、取れるか？と思ったんだけどね。このラウンドで、終わるかな？避けられた。今度は入った。ウプ主、受けてるでー。蹴って、ダウンさせて、ダウン攻撃ね。ウプ主、一つ、ラウンドは取ったな。今と全く同じワンパターンだな。次、どうかな？また、ワンパターン攻撃だな。入ったから、いいけど。はいはい、もう、やられっぱなしだぜ。やっぱり、強いな。また、ワンパターン攻撃か？一応、入ったわ。はい、畳みかけられて、待て。でも、透明のより、はるかに戦いやすいよな。黙って、歩いていく。もしかして、リングネームの、YS って、ユウスズキか？そうかも。てな感じが、当時のウプ主の、リプレイ動画だ。次は？今、現在のウプ主が、組手モードに挑戦だ。当時、カスタマイズした、パイを使うのね。そうだぜ。はい、決定。あ、またまた、長いローディングね。もう、慣れただろ？慣れた。ラウステージで、戦うのね。この、バイにも、慣れたな。
相手はゼネッサね。うふ主と同じ達人同士ね。まあいい勝負なんだろうな。ベネッサって新キャラで登場してからみんなこの系統のカスタマイズよね。用意されるカスタマイズ用のコスチュームもこんなんが多いんだろ。うつ主はやったこともないけど、まあデッドはアライブじゃないからね。そういやバーチャファイター3チームバトルオンラインのパソコンみたいな筐体にもたくさんのゲームの中にデッドはアライブ6入ってたな。でも言われたら直にもありそう。セガ系列の筐体なら入ってそうだよな。話しているうちにうつ主2ラウンド取ったじゃない。達人同士で相手は CPU だしな。これくらいはうつ主3ラウンド取りそうかな。まあ、いけるんじゃないか。ワンパターンだが、うつ主もう一発勝ったな。レイム、その国付き構造のセリフ好きだよな。 KO する前に言うのがかっこいいのよ。そうなんだぜ。10年早かったわね。ニューチャレンジャー。バーチャファイター3みたいに叫んでくれないし、文章も違うぜ。パイステージね。次々挑戦者が現れるぜ。次もまあまあありがちな格好のグループね。称号が風神やんけ。強い CPU を出してきたわね。今のうつ主じゃ勝てないな。当時でもね。もう、うつ主、ゲージ、ほとんどないやん。はい、1ラウンド取られた。ま、うつ主、負けるだろうな。できたら、今回は30分以内に収めたかったんだがな。冒頭の読み込まない、トラブルがあったからね。新品で当時買った、最初期のプレステ3も壊れたしな。プレステ2も、動くのが現存するうちに、中古買っとくか。なんて心配しているうちに、プレステ5で遊べるようになったりしてね。なりそうだよな。うぷ主が生きてるかどうかわからんが、それ以外にもうぷ主がこないだやっとやったバーチャファイター3チームバトルオンラインだって、オンライン対戦機能がないだけのが、ニューバロトク8におまけみたいにモデル3エミュレータで綺麗になって、月中のゲーセンで遊べるしな。ビビるぞ。そのうち対戦機能付きの綺麗なのが発売されそうね。そうだな、じゃあ終わるか。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もしこの動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。ゲームオーバー。